シナチベット語族シナゴ派中国語小語小語は、シナチベット語族シナゴ派の言語の一つである。中国語の方言区分の一つ。使用率は、漢民族人口の5%前後である。新小語と老小語に分けられる。分布地域は、湖南省、関東省、厚生地湾族自治区北部、四川省の一部である。その代表として、 調査語と双方語が挙げられる。毛沢東の母語としても有名である。コソ語は、先進時代に、措置法で使用されていた言語である。コソ語の具体的な体系については、資料の制約があり今日では、交渉が不可能であるが、資料での所見は、春秋差し伝であり、春秋時代後期にはすでに成立しており、コナン及び、小水流域で最も早い時期に使用された言語で、 あることが基地され、中原忠音との区別があったものと考察されている。祖国は関水を起源とし、長期にわたり、交換平原を支配していた。戦国時代になると、祖国の流星に伴い大量の移民が、湖南地方に流入したことで古そごが広まり、中原花夏ごと大きな区別が生じ、当時の生後、腰ごとの区別が存在していた。 また、もしも祖トの話す言語は、鳥語のようであると述べ、中原語とコソ語に大きな差があったと述べている。多くの専門家により、コソ語は、湖北、湖南及び、長江中流域で使用され現在の小語の成立に影響を与えたとされている。南祖語は、全漢の余有による、剣死者税第五尺別国方言に使用されている。これは、上古時代の方言群であり、 コソゴの系統であると同時に、クレゴとの関係が指摘されている。南諏訪江の地理的範囲であるが、四季化食田には、高山、旧高、高南、予償、調査、ゼ南諏訪スワエなりとあり、南諏訪江が、現在の湖南省、高生省の大部分及び、湖北省、関東省、高生地湾族自治区の一部を含む地域であるとされる。南諏訪の一部の語彙が、 漢族の共通語として吸収されたが、なおも昭語の方言として残され、現在の昭語方言に継承されている。南祖語は、旗館代に、湖南地区で使用されたコソ語と湖南地区の土着言語が融合したものであり、南祖語が現在の昭語の基礎を構成するものであるとし、南祖語を古昭語と称する研究者も存在している。館内、コ南地区には、 少数民族が居住していた。その後北方での戦乱が続くと、コナン地区は北方からの移民を受け入れ人口が激増。西暦期限2年から140年の138年間に、調査軍の人口は23万から105万に、霊領軍では14万から100万に増加している。東大になっても中原からコナン地区への移民は続き、五代十国時代までに、 コナン地区での中原移民の増加に伴い南相互に影響を与えた。近世正午は大量の移民により大きく影響を受けた。宋代になるとコナン西部を除き漢族が進出した。現代には湖北、コナン地区は戦乱の影響を受け人口が激減したが、元末民発より比較的情勢が安定していた江生地区より大量の移民がコナンに流入している。 民信代には、湖南省から四川省への移民が行われ、新鮮地区に古行後と称される方言地区を形成している。これらの移民は、現代の湖南方言の分布に大きな影響を与えた。北方からの移民が多い小北、小西地区では、北京緩和の影響を受け、江生地区からの移民が集中した、昭東地区では、江生方言の影響を受け、平屋県。 竜陽氏、甘酒漁師、有権などは五地区に分類され、またこの他に、紅陽氏の常霊氏、雷陽氏なども移民により、五が流入している。しかし後世からの移民が多く流入した竹陽氏、調査氏、カブス氏、小丹氏、紅陽氏等の地区では、五方言が主流となっていない。この点に関しては、秀才くれは、土着勢力の経済力が強かったため、 公正方言の発音、語彙、文法を受けた者の南祖語が存続し、新章語を形成したとしている。また、調査の新章語は、南祖語が、語の新職を受けて成立したと主張する研究者も、おり、論争が続いている。春秋佐子伝、昭光二十八年上祖古としかもで、小本曰く、低友人縁。要件中上こそ方言性質考論。 左伝先行四年上祖神一父ため、イートラ音。孟子、東文公へ今なり南万劇絶の人、非戦王の道。縁や周部立る、有南寺決は、戦国新刊時代において、湖南地区全体には祭を含む古障語が、通用していたと思われると述べている。縁や、看護方言概要333ページ。王力、中国語言学史26ページ。 赤月は、地と発音し、そごによる。方言国、正午音韻歴史掃除研究、五漢書軍国史、旧東女地理史中原多古、上帝美役省、両経遺官、陣投げ交賞、古経未内優、十倍その初、脳慶ばらみなみ節度史。最栄省、四川方言余派食文化修部立る、優南寺勝る、方言余中国文化、修最高。 正午的歴史くれまつて、掃除機、中国移民史、第5巻、ありがとうございます。